これが700万で一気に広まる何か策があるのかなと思ったら、知人ベースでとか、足で稼いでとか、さらに業界雑誌に30万で広告出しますって。それで広まったら苦労しないですよ。って思っちゃうんです。なんでそんな業界雑誌に30万で広告出したら。ね。っていう安易な発想の方に、治るには決定的な問題点があるって書かれちゃうとちょっと何かなって思うわけですよ、僕としては。治るに出資してる僕としては。 そんなねえこと言えた立場ですかっていう。治るな、ほぐぐはって。ねほぐぐは竹野内ね、竹野さんが出資してるやつでしょほんで、治るは僕が出資してるやつでしょそれに対して、この2つのアプリには決定的な問題点があります。どうなのって <laughs> あ。書いてあるんですよ、視聴者の皆さん。あの、プレゼン終了に、ほぐぐと治るには決定的な問題点がこんなにある。みたいな。 それを解決した革命的なサービスなんですかってで。ついついやっぱそう言われちゃうと思っちゃうんですよね。本さんね。はい。さっきあの、林社長が、はい、えっと、治るとか、はい。ググには、決定的な、はい、ね。その、何,何問題点があると。問題点があるって書かれてたっていうことに対しては、はい、まず質問なんですけど、はい、治るっていうのが、令和の虎スタートで事業が始まったことはご存知だったんですかはい。知りました。 えっと見てるわけですよね。はい見ましたということは、例えば林さんなら林さんが投資したということも分かってるわけですよね。で、す北グのことに竹野内さんが絡んでることもご存知だった。はい、で、それをお二人とも出る可能性あるわけじゃない、ここに。はい、それであえて書いたということは、はい、ちゃんとそれなりに言える言葉があるはずだよね。はいはい、そうです、ね、それ、林さんが言われてスルーして全然違うこと、なんか今に喋ってても意味が分かんないので、失礼いたしましま <laughs> ちゃんと言われたならば、いや、 僕はこういうふうに思ったから決定的な問題点があるって言ってるんですってことを返さないとある種戦い挑んでるようなもんだからそうですよ。でも自分で書いたんだからね。はいわかりました。失礼しました。はい。それスルーするほど失礼なことないで。はい。すみません。ぜひどうぞ。はい。はい。すみませんでした。はい。えっとまずですねあのホグクさんナオルさんともにすごくいいアプリでしてまあその気軽にその出張マッサージですねに あのできるとといいいうのはすごくいいアプリだなと思っておりますまた、その決、えー、と予約から決済まで完了しますので、まあ、それでもあのすごくいいアプリだと思います。また、特にナオルさんの方に至っては国家資格者ということで安心安全というのを提供できているというのはあるのかなと思うんですけれども、まあ、ちょっとこちらの方にも書いてあるんですが、やはりあの2つともですね、ちょっと登録しているスタッフの不足っていうのは、どうしても出てくると、供給が不安定になるんじゃないかなと思っております。またあの こ,ですね、ここに書いてあるんですが、えーと、操作がやっぱりちょっと複雑、ちょっと,あの、えー、と私もあのダウンロードしてみたんですけれども、いろいろとこう登録する事項があったりですとか、まあ、それはあの安心と安全という意味で必要だと思うんですが、その登録する必要があるためにそういったちょっと操作が複雑で、やはりちょっとシルバー世代にはちょっと操作が難しいんじゃないかなと思ったんですね。あとは、コロナ禍とは言っても、 あの私が今勤めている院でもそうなんですが出張を希望するっていう方は正直そんなに多くないんですねまあいなくはないですけれどもなのでちょっと出張だけにサービスを絞るっていうのはまずちょっと大変なんじゃないかなと思いました治るのことを正確に理解してないからあのここが違うって例えばその院で でででもできるんですねそういうふうになってます、ね、そういう制度になってますんでそこが正しく理解されてないんでそこが問題点と言われたりとか問題点があるって言ってますけど実はそれは理解が浅いからそうしっかり理解していただいてないから問題があるっておっしゃってる部分と1つ目にまず人数が少ないとふうにおっしゃいましたね登録されてる人数が。はい、っておっしゃいましたけれどもじゃあホググさんとか治る以上に登録できそうかっていうとできなさそうですよ。 お話ししてると。150万円で、あの、このアプリ名何でしたっけえっと、つなぐアプリです。つなぐアプリ。はい。だから、治るは登録者数少じゃないかと。それ不便だっておっしゃいますけど、150万円で治るよりも登録者数が多くできそうな雰囲気はないですけどねっていうことも思います。それは少ないかもしれないですよ。でも、その策が、フリーペーパー出しますと。150万ですと。ね。フリーペーパーで業界雑誌に出しますと。 そのくらい、じゃあ、多分、つなぐアプリも集まらないですよ。っていう。人に対して少ないって言うんだったら、それを超すだけのなんか、すごいものを言ってくれないとっていう。うちのアプリは違うんです。集められるんです。インも集めなきゃいけないし、利用者も集めなきゃいけないですよ。大変だと思いますよ。はい、ありがとうございます。ごめんね、ごめさい。はい。すっげえ俺素朴な疑問なんだけど、はい ご自身が出資してるところのものを否定されたら人としては気分いいわけないですわな当たり前ですよねでも気分のいい悪いじゃないと悪いものは悪いんだから俺が正しいんだからっていうならそれだけのことを見せろっていう話だよね今ねしかもただの問題点じゃないです決定的な問題点って書いてあるんですな、なんでわざとその2つの名前を具体的に出して、うんうんうん 挑戦したかが僕わからないんですよご自身で多分自分の時間とかお金とかリスクをってビジネスやったことがないからそれを否定されたりとか言われた人の気持ちをまだ想像できないからこの程度の根拠で多分そういう言葉を使っちゃったっていう印象を今受けてるんですねなのでそこって想像力の問題でまあ経営する上で結構リスク でなんかこう人の怒りを買っちゃうとかっていうところの,その多分コミュニケーション力が低いような印象もこの一文でちょっと受けちゃったっていうのが本音としてあります、はい、もっとうまくできるっていう言葉を使えばよかったのが、うん、決定的なみたいな言葉を使っちゃうから、うんうん、それって多分自分で本当に本気でビジネスやってたらそれ言われることって絶対反感を買うんですよ。むかつくんですよ言われたら。僕も自分の会社とか出先言われたらむかつくしみたいな。 それを多分まだ想像できないんだと思いますね。うん。これはちょっともったいないなと思います。はい、ありがとうございます。その通りですね。本当に。はい、さん。もうあの、だいぶ皆さん言われましたんで、言いたいことはむほどあるってことなんで、どうぞ。<laughs> いやいや、あの、皆さん言ってた。ね、あの、やっぱね、こう、なん今、あの、整骨院に勤められてますはい。なんていう整骨院ですか えっと、アクアボディガラククというクアクアボディガラクには決決定定的的なな問問題題点点ががあありりままししてて羅列つつすそれでも結構平気なタイプというかありがたいなって思うタイプかもしれませんねその,あの指摘してもらってとかっていう人もいらっしゃるかもしれないですでもついつい僕は若林さんを守りたくなっちゃうというか その、まあ、しかもそれが、おなるほどなって思うことだったらいいんですけど、なんか、150万円ぐらいで広まるだろうと。ね、っていう感じの、なんかそんなに深くも考えてない人に、一応僕も聞きたかったんですよ。どんな問題点かなと思った。でも、そしたら治るのことをしっかり分かってなかったりとか、あと、広める作戦も人数が少ないじゃないですか <laughs> って言うけれども、じゃあすごい人数を広める作戦があったかっていうと、そうも合わないですね。 例えばですよ、治るは僕も広めるのは難しいサービスだと思うんです。なので、1億円以上かかるプロジェクトでやってるわけです。それをなんかこう、あんまり理解されてないのに、こう、700万円でいけますみたいな感じだと、ちょっとそこは誤解を解きたかったということで、ついつい、あの、言っちゃいました。多分言われても気にしないタイプだから言っちゃうんだと思うんですけど、気にする方も多いと思うんで、これから

<laughs> えー、ごめんなさい僕もラスンでお願いいします、えー、とごめんなさいアドバイスっていうほどのことではないんですけどやっぱり相手を説得したり口説いたりする時は相手のことをむやみに批判しないそれから関係ないことは話さず目の前のことだけ集中するこの2つは結構大事なことだと思うので次何かこういう機会あれば、はい、その辺を重点的に考えてやっていただければなと思います。ありがととうございます、はい、すいまますすせんナッシングでえっ、ー ちょっとね、あの、コミュニケーションにおいて、まあ、一般的な表現で言うとちょっと空気が読めないところがあって、そうするとちょっとこれから打ち合わせするのに心配だなと思っちゃうんで、出せないんですけど、ただ、空気が読めない人っていうのはその分何か突出した才能があったりもするんで、出せばよかったなと思うぐらいこのアプリを流行らせて、あの、なんかその別の部分で勝負されてみてはいかがかなと思います。頑張ってください。ありがとうございます。 はい、えー。この段階で残念ながらあなたの希望する金額に到達できませんでしたので、えー、今回はナッシングです。お疲れ様でした。<laughs>